歌舞伎市川團十郎さんファミリー気になる話スタートします。市川水仙さん、母堀越きみ子さんからのプレゼントに感謝。市川水仙。市川水仙さんが成田屋ブログにて日本舞踊協会公演のタイトルでアメブロを更新。こんばんは。昨日国立劇場にて時わず松の羽衣の天女を踊らせていただきました。お客様でにぎわっている劇場は本当に幸せで、改めて舞台に立たせていただけます喜びをかみしめました。またこれもご来場くださいました皆様、日頃から温かいお言葉をくださいます。皆様お一人お一人の心のおかげと心より感謝いたします。精一杯務めさせていただきましても、一回きりの舞台です。今日はあれこれと笑い、東京は朝から雨、私も一緒にどんよりと自分なりの反省点だらけの一日となりました。母が何か感じ取ったのか、私の大好きなチューリップをたくさんプレゼントしてくれました。春が待ち遠しいですね。ありがとうございました。私の感想は、年を重ねても娘の晴れ舞台は嬉しいのでしょう。さりげない思いやりのプレゼントが團十郎さんファミリー、定価ちゃん勸玄君、水仙さんの普段の行動に現れていると思います。普段から定価ちゃんが勸玄君にているあのさりげない優しさ、勸玄君もレカちゃんやあとは團十郎さんに自分のお金で食事を奢ったりですとかで、水仙さんは兄の團十郎さんに対してもいろいろ感謝の気持ちを述べたりとか、やっぱりそういう普段の行動とかもやはり母キムコさんの普段の心が伝わってるんじゃないかなというふうに思っております。市川水仙さん、母堀越きみ子さんからのプレゼントに感謝。市川水仙でした。ご視聴いただきありがとうございました。高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。